こんにちは。はじめに問題を確認しておこうと思います。正方形 ABCD のこれですね。これの BC 上に E を取り、AE と BD の交点。これを F とします。この時 CF の長さと CE の長さ。これが同じになりました。この時あの角度、ここですね。ここの角度を求めてください。こういう問題になっています。では問題を解く人はここで一旦動画を止めて考えてみてください。 では解いていてきます。以前この問題の類題で、この問題よりもうちょっとだけ難しい問題ですね。それを解説したことがあるんですけれども、もしよろしければそちらの方の動画を見ていただけたらなと思います。角度の問題なんですけれども、大きく3段階ステップあります。1つ目っていうのはもう内角の和ですね。それを利用して順番にわかる角度。 求めていったら角度が求まる問題。二つ目っていうのは図形の性質っていうのを利用していきます。等しい長さっていうのを考えて二等辺三角形や正三角形、もしくは合同な図形ですね。それを作っていく。等しい長さっていうのは正方形や正三角形、もしくは円の半径とかですね。問題の図の中にそういった図形が出てきたら、まずは等しい長さっていうのを利用して二等辺三角形、正三角形、そういうのを探してみてください。そしてこれ三つ目なんですけれども、図形の対称性を利用する。 そういう問題になってるんですね。とはいっても、この問題でもいきなり図形の対称性っていうのを利用するんじゃなくて、まずは等しい長さですね。これが見えるんだから、この三角形、二等辺三角形ですね。二等辺三角形で、こことここの角度が等しい。ここの角度を丸。ここの角度を丸と。とこういうふうにしておきます。具体的な大きさがわからないんで、他の部分の角度ですね。これ出てこないんですけれども、 この角度とこの角度が等しいっていうことを利用して、三角形の外角に関する定義ですね。これは結構いろんなところで説明してると思うんですけれども、こういうふうに三角形があったとき、ここの角度の和と、ここの角度の和。これは、これ、これ、これ足したら180度なのと、ここと、ここ足したの180度。これを利用して、 ここがアーたす E になります。何度って分かってたら順番に求めていけばいいんですけれども、これ自体が具体的に分かってない。だけれども、ここの角度っていうのはこれたすこれですよね。だから、ここ丸つ分と。こういう風に分かります。さあ、ここからどうしていくかなんですけれども、何回も言ってますけど、具体的な角度って分かってないんですよね。唯一分かるって言ったら、ここですかね。90度以外に分かる角度っていうのは、この正方形を半分に割ってる線ですね。だから、ここ45度です。 この段階で順番に分かる角度はどれかなって考えていっても進まないです。正方形ってどういう図形ですか折り紙で考えたら分かると思うんですけども、対角線で折ったらぴったり重なり合う図形なんですね。つまり、こっち側の図形とこっち側の図形っていうのは、全く同じ図形になってるんです。もちろん、この線自体はこっちが引いてないんですけども、AF の線と CF の線っていうのは、対角線で折ったら重なり合う図形なんですね。ということは、ここ丸二つ分だったら、ここの角度っていうのも、 同じ丸二つ分ということが分かります。これっていうのは正方形の対称性っていうのを利用して角度を移したことになりますね。もちろん正方形じゃなくても正南角形っていうのは全部対称な図形なんで、同じような問題あんまり見ないですけど、出てきたらこういうことを使えます。じゃあここで三角形 ABE のに注目します。もちろんここまでいったら内角の方は180度を利用してもらったらいいですね。丸二つと、ここ90度ですね。これと丸一つ。 足したものが180度なんで、丸3つ分ですね。これが180度から、ここの90度を引いて、90度になります。3つで90度だから、丸1つ分の角度っていうのは30度ですね。これでもう出てきますね。この三角形に注目してもらったら、180度から45度と30度2つ、60度ですね。これを引いてもらって、あの角度。45を足す、60。 これで75度と。こういう風に出すことができますね。こういう正方形の対称性を利用した角度の問題、毎年4つ、5つの学校で出されてます。もっと出されてるかもしれない。よく出る角度の問題にもなってきてますんで、必ず頭の中に入れておいてもらえたらなと思います。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。